坂上豊吉編集大島節歌詞集表紙、坂上豊吉編集大島節歌詞集本文、大島節は、東京都、伊豆大島、大島町の民謡。大島節は、明治初期、伊豆大島の野町村で、人々が、茶もみの老作歌として歌い出した、野造節が、原型と言われる。この、野造節に、 横浜市あたりで歌われていた、お茶の火入れ再生作業の老作歌、お茶場説が取り入れられ、現在の大島説のメロディの元となったと言われる。1930年から1931年頃まで、大島節は手拍子だけで歌う形であった。経年を経て、観光客向けや料亭座敷向けに、三味線の手や、 アンコ娘の踊りが入るお座敷歌バージョンも完成されたが、大島地元の人たちは常に手拍子だけで歌っている。大島節は本来観光葬祭の席で島人たちが車座になり、その祭事に適した即興詩を歌い回してゆく伝承ミニオーである。従い歌詞は不定型で無限。皇室の大島町、岡田在住。 坂上豊吉による、地元頃への聞き書き、大島説歌詞集をはじめ、記録され、定型詞となってきた歌詞だけで100以上あるとされる。大島説に限らず、大島の民謡の歌い出しは、あの子が出したら、皆つけろと、歌い出すのが定番である。あの子が、あんこの場合もある。あはーい廃刀は、死者大島、ア人化育ちよあはーい廃刀胸に煙は、 ナタエやセヌヨはハアいハイトう出展、大島節火詩集、昭和59年4月改訂版大島町岡田、坂上豊吉による、地元頃お聞き書,き書より121詩を抜粋。歌詞中の、ご人歌は、池を込めた、三原山噴火口の呼び名、また、主は主または、二虫と発音し、伊豆大島の方言で、あなたのい。 大島町元村生まれの大島里木は、大島節をはじめ、安古節ほか、大島民謡会切手の歌い手である。本名、大久保里木、1909年生まれ。16歳の時、島唄の神様と言われた柳瀬静に、大島民謡を勧められ、本格的に歌を習い始めたという。里木によれば、この柳瀬静が、 本当の正式な大島節を始めた人である。1937年、佐都木が28歳の時、初めて NHK ラジオでその歌声が日本全国に放送された。以来、大島佐都木は、名実ともに大島民謡の第一人者となり、大島節やアンコ節が代表曲とされた。1948年、 NHK が東京都伊豆大島と伊豆との三元放送を行った時に、大島町の民謡として、大島里記の大島説を紹介した。その際アナウンサーが、大島のお里きさんですと紹介したため、以降、大島里記が通り名となった。芸名、大島里記の由来である。それまでは、本名の大久保里きで活動していた。 1972年の山平和彦のアルバムデビュー作放送禁止下に大島節が収録されたが歌詞がわ雑だとして同年に表題作ともども用注意歌用曲指定制度において放送禁止となる A ランク指定を受けた制度が効力を失う1988年まで指定を受け続けたが森達也は辞には勝負のようにや 後ろから前からなどの方が、戦場的だがそれらの多くは、指定から外れて、時代とともに緩和されてきた制度だが同局が、相変わらずだったことに疑問を呈し2000年前後には、それを聞いても答えられる人は、制度の主体である、日本民間放送連盟にはもういないと、返答されているが、それぞれの楽曲を審議する人間が、 思考停止に陥っていたのではないかと考え、何かの弾みで残り続け、担当者の引き継ぎが行われても考察をせずそのまま、申し送りすることが繰り返された可能性を指摘している。ありがとうございます。